シャイニングシリーズシャイニングフォース神々の遺産シャイニングフォース3シャイニングフォース3は1997年から1998年にかけてセガエンタープライゼスから発売されたセガサターン用シミュレーション RPG シャイニングフォースシリーズの続編でありプラットフォームがセガサターンに移行した本作は三部構成であり各シナリオは新システムの シンクロニシティシステムによって結ばれている。システム面では過去のシャイニングホースシリーズを踏襲しつつ、戦術したシンクロニシティシステムなどの新要素が盛り込まれている。また、マップや戦闘シーンには 3D グラフィックが用いられている。シャイニングザ・ホーリーアークからおよそ10年後、パルメキア大陸の東端に位置するデストニア帝国とアスピニア共和国が物語の舞台である。 20年前、帝国北東部で起きた独立戦争で、共和国が成立して、以来、両国の間には、軍事的な緊張が続いていた。もともと豊かではない共和国だったが、天候不順による協作で国民の不満が高まり、帝国との国境地帯にあたるバーランドでは内乱に、発展した。この事態に、帝国は、聖地エルベセムの保護を名目に、共和国領バーランドを占領した。 全面戦争に突入かと思われたが、中立国サラバンドの仲介で和平会議が開催されることになった。しかし、和平会議の舞台となるサラバンドでは、もう一つの勢力が影を潜めていたのだった。各シナリオは、別々にプレイすることもできるが、シンクロテ式システムを活かしたストーリーを楽しむためには、シナリオ1から順に進める必要がある。なお、各シナリオの主人公の名前は、 変更可能である。三部作の第一弾。共和国の剣士シンビオスを主人公とし、主に共和国側の視点で描かれている。物語が進むごとに、様々な謎が生まれ、以降のシナリオへの伏線となっている。日本以外ではこのシナリオだけが、シャイニング・フォース3として発売された。ストーリー、編集サラバンドでの和平会議に、父の代理として参加したシンビオスだったが、 その最中に帝国皇帝ドミネートが誘拐される事件に巻き込まれてしまった。誘拐犯の濡れ衣を着せられた共和国代表国王ベネトレームと共に、シンビオスは帝国領を突破して共和国へ帰還しなければならなくなった。その最中に帝国の王子メディオンと出会い、事件の黒幕がブルザム教であることを確信し、何度も共闘した。そして共和国までたどり着き、 首都のアスピアに侵攻してきた帝国のアロガント派をも、激破したシンビオスだったが、その次に現れたのは、ドミネートとかつて共に戦ったメディオンだった。帝国の第三王子メディオンを主人公とする。シナリオ1と同じ時間軸で物語が展開し、邪教集団ブルザム教の暗躍や、帝国内部の陰謀などが明らかになっていく。このシナリオから、 人命辞典が追加された。これは、本人にある本棚を調べると利用でき、キャラクターの情報を簡単に得られるようになった。内容は、ゲームの進行により随時更新される。ストーリー、編集サラバンドでの和平会議に参加していたメディオンだったが、皇帝誘拐事件による混乱で、わずかな戦力しかない状態で味方であるはずの帝国軍にまで攻撃される事態に陥った。 それでも、事件の黒幕である、ブルザム教、そして彼らと結託したアロガントと戦い、ドミネートを解放することに成功した。しかし、混乱に乗じて、共和国を征服しようとするドミネートの策略によって、共和国侵攻軍を引きさせられてしまった。共和国首都、アスピアで、最後の抵抗をしようとする、シンビオスと剣を交えるメディオンだったが、三つのシナリオに、 わたって描かれた本作の完結編で、これまでのシナリオでも登場した傭兵ジュリアンを主人公とする。途中からシナリオ1点により、先のストーリーが描かれ、それぞれの事情により戦っていた3人の主人公たちが、一つの目的のために戦うことになる。なお、シナリオ3クリア後のセーブデータを引き継ぎ、再びシナリオ3をプレイできる仕様がある。ストーリー。 編集メディオン軍に参加していたジュリアンだったが、帝国の首都デストニアがブルザム教によって攻撃されていることを知り、メディオンの元を離れてエルベセムのミコグラシアと共にブルザム教との戦いに身を投じるようになった。ジュリアンは、負の超人ヒュードルのガルムに父を殺されており、同じヒュードルであるブルザムの野望を打ち砕こうとしたのである。そして、 帝国首都での戦いに勝利したジュリアン軍だったが、帝国の王子マジェスティラに裏切られ、帝国軍から追われる身になってしまった。戦いの末帝国領から脱出したジュリアン軍は、共和国の首都アスピアに向かい、シンビオスとメディオンの戦いを止めて、ドミネートの野望をくじいた。それにより、シンビオス、メディオン、ジュリアンの三人は、この戦乱の根源であるブルザムを倒すため、共に、 北の大地へ遠征することになった。彼らの三軍は光の軍勢と名付けられた。途中で同士打ちの危機を乗り越え、三軍の共同作戦によって、ジュリアン軍がブルザムの待つジャシングルの中に突入し、最後の戦いが始まった。そしてついに、ブルザムを倒して完全に消滅させたが、その代償にグラシアは全ての力を失ってしまった。 各シナリオのマニュアルにある応募券をすべて揃えることで応募できる特典ディスク以下の6つのモードからなるポリキャラ鑑賞設定イラスト集サウンドテストムービーセレクト本作に関連する動画を鑑賞できるゲーム内で見られるものもあればセガタ三四郎が登場する CM なども含まれているスペシャルバトル任意のシナリオのセーブデータを利用し 次々に現れるボスと戦う。味方パーティは、シナリオ1の主人公がリーダーとなり、その他は読み込んだ、セーブデータで仲間になっているキャラクターの中から自由に、編成できる。シナリオ3バック、アップデータ作成選択肢に、これにより、シンクロニシィシステムによって変わるシナリオを短い、時間で楽しむことができる。シンビオス共和国、フラガルド領主コムラードの息子。 幼い頃から共和国の理念を教えられて育っているので、帝国のような身分制度社会に強い嫌悪感を持っている。病気の父の代理として、サラバンドで開かれる和平会議にベネトレームの護衛として同行する。種族は人間。シナリオ1の主人公で、プレミアムデスクでのスペシャルバトルでのリーダーを務める。パルシス・ベネトレームに代わって着任したシンビオス軍の軍師。 元々は、共和国の内閣執政官だったが、辞職して学者になった。種族は人間。ダンタレスシンビオスの幼馴染みで復讐の部下。種族はケンタウロス。マスキュリンシンビオスの付き人として、彼を見守ってきた復讐の部下。種族はエルフ。グレースシンビオスの世話係の修道女種族は、キャントール。ヘイワードサラバンド防衛長守備隊の兵士として、 雇われて、桟橋の警備の任についていた傭兵。戦闘終了時まで彼を生存させると仲間になる。種族はエルフ。オブライトはスピニア共和国、プロフォンド軍に所属する戦士で、とある事情から逃亡兵扱いになっていた。種族はドワーフ。アイリン東洋の憲法時、ローモン時から脱走した少女。レールロードの荷置き場で発生する戦闘で生存すれば仲間になる。 種族は人間。シバルリア・スピニア共和国、バリアント軍の女騎士で、バリアントに除名された敬意を持つ。種族はケンタウロス。エルダー共和国フラガルド領主備隊所属飛行部隊の兵士。シナリオ2のゼロの姉にあたる。種族は超人。カーニ・エルベセム教の密相の中でも1、2を争う実力者。聖なる力を持ち、アンデッドに変えられたものを元に戻すことができる。 種族は人間。ヌーンフの力を操り、究極の召喚獣を探す魔術師。カーンの力でアンデッドから元の姿に戻すと仲間になる。種族はエルフ。ジャスティス共和国、エキュアル軍に所属していたが、エキュアルと衝突して、軍を去る。彼に話しかけると仲間になる。種族はロバ系のケンタウロスワシュ。ホースト共和国、ティラニー将軍の部下。 彼に話しかけると仲間になる。種族は、イノシシ系の繁獣人。ペン複雑な条件を満たし、卵から孵化させると仲間になる。種族は、ペン種マニュピルクワース村で屋敷使いをする傍ら、作業用ロボットの研究をしていた。クワース村、バガーボンドのキャンプでの二つのフラグを立てると仲間になる。種族はゴブリン。フランクホーローの旅を続ける戦士で、 フラガルドにいる彼を本人まで力ずくで連れて行くと仲間になる。種族はウルフリング。鋼声、高塚正也も持ち一族の抜け忍ぶ。オブサーブの塔に隠れている彼を見つけると仲間になる。種族は人間。メ共和国国王、ベネトレーム直属の恩蜜。NPC として戦闘に参加後、無条件で仲間になる。種族は人間。フィンデング共和国。 マロリー領の領地守備軍の飛行部隊隊長、シンビオース軍の第二部隊隊長を務める。種族は超人、メディオンデストニア帝国の第三王子で一般民主主身の母を持ち、母を心から敬愛している。それゆえ貴族社会に対して批判的、サラバンドで起きたドミネート誘拐事件をシンビオスとは別の視点で追っているうちにシンビオスと共闘し、 友情を育んでいく。種族は人間。シナリオニの主人公。ブルザム打倒後、皇帝の意向に反して、遠征軍に参加したことから帝国に戻るわけにいかず、共和国にしばらく滞在することになった。グランタックメディオン軍の軍師で、肩身の狭いメディオンの良き理解者である。種族は、希少種であるドラゴニュート、キャンベルメディオン軍に所属する帝国随一の騎士。 王子の側近にして、最良の理解者。種族はケンタウロース。精錬潔白だが、その愚直さゆえに軍人として出世できない父親と、分かり合えずに死に別れたという過去を持ち、父の死後に、父の生き様の素晴らしさを知るも、謝罪の機会を永遠に失ったことへの後悔から、死に物狂いで努力し、帝国随一の騎士へと成長した。かつて帝国と共和国の間で行われた国境での、 小ゼリ合いで、ダンタレスと戦ったことがあり、それ以来彼をライバル視している。シンテシス帝国第三世紀軍、直属混成師団所属。治安の悪いハーレムで育ち、メディオンに助けてもらって以来、彼に思いを寄せており、彼を慕って軍に入隊した。種族はエルフ。ウルド・シンテシスと同じ部隊に所属する、シンテシスの古文の少年。 彼女に付き従って軍に入隊した。種族はホビット。ウォルツ帝国第二紀軍国境守備兵団ガーゼル軍に所属していたが、負傷のために戦線を離脱した。毒を受けた彼女を治療すると仲間になる。種族はケンタウロス。ロック・ウォルツの同僚で負傷兵として戦線を離脱。その後、仲間の看病をしていた。ウォルツの毒を治療すると彼も仲間になる。 種族はエンジン。バーナード帝国第三世紀軍機動艦隊、清流海兵隊所属。シナリオ1で、宿屋の隠し部屋に閉じ込められた彼を、シンビオスが助けていれば、メディオン軍に参加する。種族はエルフ。ゼロ共和国、フラガルド領守備隊の飛行部隊に所属しているが、シンビオスからメディオン軍へと伝令係権戦力として預けられた。 神秘ーソ軍に所属するエルダーの弟。種族は超人。葉月抜け、忍ぶとなった野舎を追う、黄河流の苦の市。大河の地下洞窟で古軍奮闘する彼女を救出すると仲間になる。種族は人間。ダビデスタンプ村のリーダー。メディオン軍の第二部隊のリーダーを務める。種族はモリエルフ。ヘドバダビデの恋人で、ブルザム教に誘拐、洗脳されて敵対。 戦闘終了時まで生存させると仲間になる。種族はモリエルフ。ヘラエルベセムの2層で密教的な活動を行っている。エルベセム平原での戦闘にプレイヤーユニットとして参加する彼女を戦闘終了時まで生存させると仲間になる。ロビーエルベセム神殿の宝物庫に眠っていた無敵の魔人の異名を持つロボット。戦闘中に宝物庫に侵入し、 ロビーを起動させると仲間になる。種族はロボット。アーサーガーディアナ出身の騎士。選択をしている彼に声をかけると仲間になる。シャイニングフォース神々の遺産に、同盟で、設定や用紙が酷似するキャラが登場するが、同一人物ではなく子孫ではないかと、示唆されるにとどまっている。種族はケンタウロス。カロッシュサラバンド防衛長守備隊に所属。 シナリオ1でシンビオスが彼を死なせずに、サラバンドの桟橋での戦いをクリアした場合、サラバンドの桟橋の前に立っている彼に話しかけると仲間になる。種族は人間。ジェイド共和国ヘッドランド領領地守備軍小隊長でガロッシュの弟。ガロッシュがシナリオ1で死亡していると仲間になり、ガロッシュを仲間にしていると兄弟対決の末に死亡する。種族は人間。 ペンコペン同様、複雑な条件を満たして卵から、孵化させると仲間になる。種族は、ペン種。パペッツ占い師のお告げに従い、メディオン軍を待っている少年。ストリッチの酒場で話しかけると仲間になる。種族は人間。倒したモンスターを仲間にできる。ジュリアン・ルローの傭兵で、ヒードルのマジン・ガルムに父を殺された過去を持ち、仇討ちの旅の最中にシンビオス軍。 メディオン群を渡り歩く。その後、カミコグラシアと出会い、行動を共にする。種族は人間。シナリオ3の主人公。ブルザムダ島後は、ジェーンを生存させた場合は、彼女と一緒に死亡させた場合は、ジュリアンだけが、ジェーンの故郷である、グリーフ地方に旅立つ。実は、シャイニング・ザ・ホーリー・アークに、幼少期の彼が登場している。 宝術のプリムラは、この頃の彼と出会っている。ブレスビー・デスピニア帝国第一王子、マジェスティに仕える軍師だったが、城を追われて、ジュリアン軍の軍師になる。種族は、超人で、白学勤勉と言われるフクロウ族。グラシア製の超人類イノベータの末裔で、エルベセム教の最高権威者。12歳ほどの銀髪の少年。主人公同様戦闘から外せず、激派が、 敗北条件となるキャラクター。種族はイノベータ。ドンホート帝国からの独立戦争で赤い騎士の異名で恐れられた義勇の騎士。ティラニーに投獄されたがメディオンによって救出され、ジュリアンと共にグラシアに合流する。種族はケンタウロス。シナリオ2では操作できなかったが、シナリオ3では自軍ユニットとして操作可能。 ケイト帝国第一世紀軍に所属していたが、ブレスビーと共に城を追われ、ジュリアンの仲間になる。ジュリアンに片思いしていたが破れ、最後の戦いを終えた後救援に訪れたシンビオスに、一目ぼれした。種族はエルフ。エキュアル共和国の将軍。ベネトレーム暗殺を企ていたが失敗し、後に改心する。プロフォンドとは、卓一性で、どちらか一人しか仲間にできない。 データを引き継ぎしないか、シナリオにデステラを倒していると仲間になる。種族は人間。イザベラ・メディオンのイボイモートで、ドミネート皇帝の第三夫人の娘。帝都を守るジュリアン軍の戦いに参加する。種族は人間。ブリジット・イザベラのお月の魔法使い。イザベラに付き従い、ジュリアン軍に参加する。種族はエルフ。 ケクロプス帝国内に潜伏しているレジスタンスのメンバー。イザベラにほのかな思いを寄せる。種族は希少種の竜人。倒したドラゴンを仲間にできる。ローリー・ジュリアンを助ける謎の少女、ジェイの親友。性別はメス。敵対する品種のゴリアテを見逃すと仲間になる。種族はユニコーン。サウザンドラゴンの墓場に住み、神竜とあがめられるホワイトドラゴン。 ケクロプスで説得すれば、仲間にケクロプスで倒すと、味方 NPC になる。種族はドラゴン。レオンテ都トを救った、ジュリアン軍の後を追ってきた戦士。バリエレ要塞前の平原で、包囲されている彼を救うと仲間になる。種族は、ライオンの血を引く獣人。オネスティ帝国第三世紀軍、清流海兵隊小族で、レリアンスの部下で、彼の息子、オブリンゲートの恋人。 メリンダ夫人を送り届けるために、ジュリアン軍に参加。種族は、ケンタウロスの亜種、ペガサス。プロフォンド共和国の将軍で、シナリオにで、彼の妻のステラを殺しておらず、彼と敵対した時に倒さなければ、仲間になる。エキュアルとは、卓一性。種族は人間。ハラルド共和国ベアソイル領の領主である、ブライバブルの息子。曲がったことが大嫌いで、 正義感あふれる性格。怪物に変えられた父の敵打ちのために仲間になる。彼が仲間になるイベントを見ないと、ベアソイルの街を出られない。種族は人間だが、エルフのような耳を持ち、髪の色以外は母親に伸び青年。ペンドルフシナリオ1、2でペン及びペンコを仲間にしていた場合のみ、条件を満たすと仲間にできる。種族は、ペン種スピリテッド元。 帝国第一世紀軍白砲兵団将軍。ブルザム四司祭の一人バサンダによって洗脳され、恋人であるフランツを間接的に死に追いやった。その後、シナリオ一のアスピア城地い石戦で、シンビオス軍が洗脳された彼女を倒さなければ、北の大地に遠征したジュリアン軍を追って加入する。種族は人間。十米イレインブラッドに復讐を誓う侍。彼を生存させれば、 仲間になる。種族は人間。プリムラマヤムラの妖精。ジュリアンの過去を知っており、長老医者ハカットの命で仲間になる。種族はフェアリー。メニュー画面にいる妖精は悪ユであり、別人である。マーキー・ボーレット・さんの魔女。ブルザムに敵対したために呪いをかけられ、それ以来雪山を通る人を殺して、行き地をすすることを信いられていた。彼女との戦いで生存させれば、 仲間になり、ブルザムに復讐を誓う。種族は魔女。タルクオーガと仲が良く、空腹の彼らに、美味しい肉をあげると仲間になる。種族は、レプラカーン。ウノマ本名は、ウノマフォン、シュタインベック三世万吉。ストリッチの酒場で声をかけると仲間になる。種族は人間。キャメロットの実在するスタッフが、モデルになっている。アイリンの師匠だったが、ウノマが、 あまりにスケベだったために逃げ出されてしまった。ベネトレーム共和国の代表国王。シナリオ1では、シンビオス軍の軍師を途中まで務め、その後、シナリオ3では、途中から、ジュリアン軍の軍師を務める。種族は人間。ブライバブル共和国の副代表、ハラルドの父親、ベアソイル領を治めている。和平会議出席への遠征前夜、ブルザム像によって、 九段を体内に産みつけられ、命を落とすと同時に体を乗っ取られた。コムラードシンビオスの父、フラガルド領を治めている。また共和国独立戦争で大きな役割を担い、英雄とされていた。ブルザム教を警戒して調査をしていたために、フィアールに殺される。ティラニー元バーランド領領主。頭に血が昇りやすい性格の武闘派で、自身も堅実に長けた。 超一流の武人。共和の理念に限界を感じ、アロガントたちと裏で手を組み、野叉、事情を知らぬシンビオス軍の二軍と共に、グラビーを撃った、メディオン軍とアスピア城門で戦い、戦死した。トラスティン・マロリー領を治める。共和国が占領された時、人質である息子のアグリードの命を顧みず、進軍しようとしたため、副官のウィルマーに軟禁される。 サイオススワンプランド領領主、元帝国貴族。ダッカと手を組んで、ドミネートを打ち、帝国貴族に復帰しようとメディオン軍と戦うが、敗北し死亡する。ダッカヘッドランド領領主、元帝国貴族。同じ目的でサイオスと手を組むが、メディオン軍に撃たれて戦死した。バリアント共和国軍将軍。帝国軍から追われるベネトレームとシンビオス軍を逃がすために、 おとりとなるが、スピリテッドに軍を壊滅させられ強戦士となり、共和国への亡命民を殺そうとするが、メディオン軍らに撃たれる。フラッター共和国将軍。フラガルド領からの謎の資金に疑問を持ち判断を起こす。フラガルドに着く前に、シンビオス軍に追いつかれて交戦し敗北するも、シンビオスに説得され、共にコムラードにその真実を正そうとするが、突如現れた。 フィアールにとどめを刺される。そして、シンビオスにコムラードが悪質な独占をしているのなら、コムラードを撃ってほしいと言い残し死亡する。実は、ブルザム4司祭の一人バサンダとの間にこう、儲けていた。ブラーフフラッターとバサンダの間にできた息子。シンビオス軍に父が撃たれたと知り、復讐のために帝国侵略軍に手を貸し、アグリードを人質に取る。 シンビオスから事実を告げられても、生来の戦を好む将軍ゆえに、シンビオス軍と戦いたいという欲求のために戦闘となる。敗北し、半死半生のところを母のバサンダに救われ、シナリオ3で母と共にジュリアン軍の前に立ちはだかるも、母ともども敗れて戦死した。ウィルマートラスティンの副官。血の気の多いトラスティンが、 息子のアグリードの命を顧みず進軍しないよう、あえて反乱を起こした。トラスティンを訪ねてきたシンビオスたちを罠にかけて撃たんと、するが、ムラサメの助力で敗北、死亡する。ステラ・プロフォンドの副官。帝国領で船を奪い、帰還しようとしたところ、同じ船目当てできたメディオン軍と戦闘になる。プロフォンドが応戦していたところ、将軍であるプロフォンドの命を優先して、 プロフォンドを無理やり船に乗せ、代わりにメディオン軍と戦う。彼女を倒すか倒さないかで、シナリオ3で仲間になるのが、エキュアルかプロフォンドかが変わる。実はこの時点で妊娠しており、倒すと倒さざるとにかかわらず、ジュリアン軍がベアソイル手前まで進軍した時に明らかになり、また精神によって展開が変わる。マーガレット・シンビオスの姉、トラスティンと結婚し、アグリードを生む。 トラスティンがウィルマーに軟禁された時に一緒に軟禁されてしまう。アグリードトラスティン夫妻の息子でまだ幼い少年である。帝国軍に人質になっていたところ、シンビオース軍に命を救われる。イリアサイオスの妻。自らに歯向かい、撃たれたサイオスの息子たちが復讐しに来る可能性を考えて、ドミネートに死刑を宣告される。しかし、メディオンに止められ。 この場で死刑にすれば、メディオンの、ひいてはメディオン軍の指揮に影響するという理由で、死刑は延期された。その後ドミネートの共和国侵略は失敗したが、彼女の生死がどうなったかは不明である。イアソン・サイオスの息子、ドミネートに死刑を宣告されるも、メディオンの助力より延期される。しかしメディオンが、サイオスを撃ったとし、その恨みは晴れなかった。ただ、ドミネートに、 サイオスに止めを刺すように言われたとき、止めを刺すかの選択肢は出るが、どの選択肢を選んでも、サイオスに止めを刺すのは野者である。ロマテラサイオスの娘、イリアやヤソン同様に、ドミネートによって死刑宣告を受けるが、メディオンの口添えで延命した。ドミネートデストニア皇帝。野望と権威欲の塊で残忍無比な性格をしており、 自分に逆らう者は親族であっても絶対に許さない。息子の一人であるアロガントの野心さえも手玉に取る、老怪な男。マジェスティドミネートの長男で、メディオンのイボニー。文人であり、戦いよりも、文学や芸術を好む。優柔不断で覇気にかけた器用な性格だが、典型的な貴族主義者で、平民の母を持つメディオンだけは見事も、ましてや弟とさえ思っておらず、その嫌いようは、 彼が、視界に入っただけでさえ、敵対心を剥き出しにしながら嫌をするほど、アロガントマジェスティの弟、野心の塊で兄を出し抜いて、皇帝となるべく作望を巡らすが、それを上回る父に踊らされる格好となる。兄に負けず劣らずの貴族主義者であり、メディオンや自分に歯向かう者べてを、組員呼ばわりする。とはいえ、 メディオンに対しては兄に比べて明らさまな嫌い方はしないが関心も持っていない。その理由は父が同じでも地のつながりは認めていないから、兄への対抗心から戦闘や標法を学んでおり、凄まじい実力の持ち主、巨神戦士を率いた夫人を敷いて、シンビオス軍を迎え撃つもダムの放流を用いた奇策に敗れ、戦死した。 レインブラッド皇帝の命令のみで動く殺戮部隊。キング、クイーン、ナイト、ビショップ、ルーク、ポーンの6人からなる。6人揃っている時は、いかなる攻撃も無効化されるバリアをまとう最強のチェス軍団となる。その正体は、ヒュードルとは別のゴーストが姿形を備えたような存在で、いわば呪われた種族である。だがそんな彼らも別行動をとっている最中、 ジュリアン軍に、かっこ撃破されて全滅した。野舎帝国の隠密。三人おり、おのおのの野舎が、真の主ドミネートの任務を遂行していた。元は、紅れない野舎を長兄とする、ファーイースト村出身の甲賀忍者の兄弟で抜け、忍ぶ老人の追手として、村を出てきたのだが、相手との圧倒的な力の差の前に乾杯する。その際、表の世界に触れて、忍者の虚しさを知り、 自分たちも抜け、忍ぶとなることを決心した三人は、村の親方を襲って、秘伝書を奪い、奥義である三位一体の技を得得すると、ローディのごとく強くなるため修行に励んだ。忍びの力を持ってすれば、国を持つことも叶うと思っていたが、ローディのようには行かず挫折。資格から逃れるため帝国に仕えることになる。フランツ・マジェスティ率いる第一世紀軍。 重装突撃兵団の将軍。ケンタウロス族で、設定画では金色、ゲーム中では銀色の鎧を装備している。スピリテッドの恋人だったが、国境南西部平原戦において、バサンダーに洗脳されたスピリテッドによって、戦線を崩され、シンビオース軍に敗れて戦死した。フィデリティドミネートの右腕で、アロガントの教育係。 普段は恩情あふれる面倒見の良い人物だが、ドミネートが唯一絶対の存在で、ドミネートの命令であれば霊国無比で非常な人物になる。ガーゼル帝国、第二世紀軍国境守備兵団将軍で、アロガント派の武将。騎士道精神を標榜する割に、勝つためには手段を選ばない性格。バサンダと組んでスピリテッドを洗脳したが、シンビオス軍と交戦して戦死した。クエル帝国。 第二世紀軍人狼兵団将軍で帝国最新鋭の蒸気式戦艦エグゼキュータ号の艦長。アロガント派の将軍の中でも特に血の気の多い急進派。エグゼキュータ号の艦長でメディオン軍に打ち取られて戦死するが、その死の間際に自分に指示を出していたアロガントが、実はブルザム像が変身した偽物であり、自らが手駒だったことを知り、無念の死を遂げた。 レディアンス帝国第三世紀軍、清流海兵隊将軍で、シーゲート号の艦長。下級貴族出身で、メディオンの理解者にして、心強い後ろ盾である。ブルザム4司祭の一人、フィアールによって、沈みゆく敵艦の牢屋に閉じ込められる。しかし、フィアールとの戦闘時に、牢の鍵を入手しておけば、無事に生存させることができる。若き日のドミネートに浸水しており、 彼の筆跡を真似た結果、偽の指令書を書き上げ、メディオンの実母であるメリンダを救うことができた。スティール・デストニア守備軍の将軍で、作中で唯一のフォックスリング。帝都・デストニアを、浮遊兵器、ワルキューレの侵攻から救った、ジュリアン軍を、野党のような連中と球断し、彼らを艦隊するつもりだった、マジェスティを丸め込んで追い返した悪辣な人物。 ディフェンダーデストニア帝国の名門貴族出身で難攻不落を誇るバリエレ要塞を任されている。帝都を救ったジュリアン軍と戦うことは義に反すると分かってはいたが、一族を救うためにジュリアン軍と戦う道を選び戦死した。スカラーデストニアの兵学者だったが、現在は教会の神父をしている。しかし、その裏で帝国の差別主義に対するレジスタンス活動をしており、 ジュリアン軍を命がけで手引きした。メリンダ・メディオンの母。造船所で働く平民だったが、ドミネートに見染められて、第二夫人として迎えられ、後にメディオンを出産した。メディオンを従わせるための人質として、ドミネートに利用されていたが、レリアンスがドミネートの筆跡を真似た偽の指令書によって、ジュリアン軍に合流することができた。ドミノ船長ジュリアン軍が乗船することになる。 フラグシップ号の船長。グラビー衛星中立貿易国サラバンドの建国者にして総督。もとはデスピニアの県境、クアース村出身で、彼の屋敷は現在は劣勢ヒュードルのものになっている。ジェーンの行き別れの父親、ドミネートの協力でサラバンドを建国した。アスピニアの王とアスピアへと進行する古代戦車に乗り込んでいたが、戦車内部へと攻め込んできた。 メディオン軍の第二部隊を相手に、ブルザムとの契約によって手に入れた姿である、マットビーストになって戦うも戦死した。ブルザムフの超人ヒュードルの一人で、自らが全てを支配する、千年王国を築く野望を持ち、人の苦しみを力の源とする、まさに邪神と言うべき存在である。しかし、神徒からは絶大な信仰を受けており、邪神宮に封印された状態で巨大な、 ブルザム教団を作り上げた力量の持ち主である。自らの教団によって、帝国と共和国を戦争させ、その混乱に乗じて、野望を実現しようとしたが、光の軍勢に敗れて消滅させられた。フィアール・ブルザム4司祭の一人、戦闘能力こそ他の司祭に一歩譲るが、その代わり地望にたけ、得意の変身術と交えて様々な罠を仕掛けてくる。 サラバンドでの皇帝誘拐事件では実行犯を務め、ベネトレームに変身して、彼に濡れ衣を着せることに成功した。ジャシングでの戦いで、光の遠征軍によりですヘレニアゴリアテと共に戦死。ちなみに、普段の姿の時彼の目の周囲に描かれている熊鳥は、彼の狂気を表しているらしい。バサンダ・ブルザム4司祭の一人で、最も華やかな存在。 相手を魅了する術を得意とし、スピリテッドを操った。利用する目的で近づいた、共和国将軍フラッターと恋に落ち、息子、ブラーフを産んだ。その後、彼女は夫の元を去るが、死の間際に呟いたのは崇拝する邪神の名ではなく、先に死んだ夫の名だった。息子のブラーフが青年であることから、相応の年齢であるはずだが、 シラフを誘惑するなどその美貌は健在である。デスヘレンブルザム4司祭の一人。美しい外見からは想像できないが、4司祭の中で最も好戦的で、その強大な攻撃力は戦場で鬼神のごとき強さを発揮する。メディオン軍とは何度か歯を交えるが、最終的にストリッチ地下遺跡の戦いで深く傷つき、ジェーンによって助けられる。 ジャシングでの戦いでは、ブルザムを守るためだけでなく、ジェーンを救うために、ジュリアンを泣き者としようと戦いに挑むが力及ばず、激しい戦いの中で命を落とす。ジェーンからは、本当の姉のように慕われており、ヘレン姉様と呼ばれている。ゴリアテ・ブルザム四司妻の一人で、風のゴリアテと呼ばれている。黄盤の扇子で突風を巻き起こすなど、風の力を使った術が得意。 四司祭の中では一番の肉体派である。古代兵器、ワルキューレを操り、テートデストニアの選挙に向かうが、あと一歩のところで、ジュリアン軍に敗北。命を奪われる間際に、彼らを手引きしたジェーンにより、一命を取り留める。その後、光の遠征軍との激しい戦闘の末、ジャシングでブルザムを守り戦死する。ジェーン・グラビーの娘で、ブルザムの子孫、イノベータとヒュードル。 大局にある超人類双方の血を受け継いでいる。彼女自身はブルザム教徒ではないが、デスヘレンから妹のように可愛がられ、恐怖と絶望を史上の喜びとするブルザムも彼女にだけは優しかった。古代兵器ワルキューレを信仰に使うブルザム教のやり方に耐えきれず、帝都を救うために訪れたジュリアン軍を手引きする。それから何度も、 ジュリアン軍に助言など手助けを行ううちに、ジュリアンに恋心を抱いていった。ジュリアン軍とブルザムの最終決戦にも登場するが、説得すれば、味方 NPC になり、生存させることができる。その場合、ブルザムが倒れた後ジュリアンと共に、母が過ごしたグリーフ地方に旅立つ。劣勢ヒュード力アース村にあるグラビーの屋敷に住んでいる。グラビーの妻の兄で、 ジェーンのおじにあたる。クアース村の住人をマットフォークに変えていたが、神秘をすぐによって打ち取られた。クダンブルザム像が、ブライバブルの体内に産みつけた魔物。ブライバブルになりすましているが、ハラルドを加えたジュリアン軍と戦闘する際、真の姿を解放し、ハラルドの旧敵として立ちはだかるも死亡。ガルム最強のヒュードルと呼ばれるほどの力の持ち主。 何度か光の遠征軍の前に現れては、助力や助言を与えていたが、実はそれらはすべてブルザムの対等をおとましく思い、ブルザムの持つヒュードルの力を消し去るための企みであった。今回の一連の出来事における真の黒幕、一度だけジュリアン軍と戦うが、その時はほんの戯れであり、実力を出し切っていないので、能力的にはブルザムを大きく下回るが、 本来の力は、ブルザムと互角かそれ以上。エリーゼ・ホーリーアークにも登場した神聖ヒュードル。ED5 のガルムとの会話シーンでのみ登場。今回のガルムが取った一連の行動の真意を知るただ一人の人物である。大司祭、フィアールたち4司祭の上に立つ、ブルザム教の三人の大司祭。ブルザム神殿の本堂と東西の塔を守護していたが、光の軍勢に、かっこ撃破された。 キーパージャシングルのそばに残されたエルベセムの拠点である、レモテスト大聖堂を代々守り続け、光の軍勢を迎える使命を帯びた人物。種族は劣勢イ,イノベータ。大ワカ館スピリットを開花させ、イノベータに覚醒させる儀式を行う使命を負った、大ワカ館。世界に数人いるが、その思想には差があり、エンリッチの大ワカ館は、イノベータ側を支援していたので、 ガルムに滅ぼされた。北の大地にいる大宮和館は中立的な存在で、政府どちらの勢力にも味方をせず、試練を乗り越えた者に対して儀式を行うだけの存在である。医者ャハカットマヤムラの長老。名前はキャメロットの社長である高橋を逆から読んだものなお、マヤムラの村人には、キャメロットとセガの社員に告示したキャラが何人かいる。 悪勇者ハカットに仕える妖精。シラフダスティ村を根城にする盗賊団の大親分で、ブルザム教とつながりを持っていたが、大陸横断列車上で、シンビオス軍に破れて戦死。ダンカンデストニア帝国、バルサモの町の町長。息子であるトビーを、オブライトに救われた縁で、シンビオス軍を帝国領から逃す手伝いをした。トビーダンカンの息子。 モンスターの群れに襲われていたところを、オブライトに救われた。ツイッキー、ドンゴ、パイパー、エルリックシナリオ1に登場する傭兵。ツイッキーは、僧侶、ドンゴは、戦士、パイパーは、魔術師、エルリックは騎士。同盟で戦い方も、同じキャラが、シャイニングフォース2に登場するが、関係は不明。守護像、エルベセム神をかたどった像。強力なモンスターがいる。 北の力のモンスター侵入を防ぐ結界を張っていたが、バサンダに操られたスピリテッド軍によって破壊された。巨神戦士、アスピニア共和国の首都アスピアの古代遺跡で眠っていた巨大な人型兵器。ブルザムの力によって目覚め、アロガント率いる部隊と共にシンビオス軍を苦しめるが、ダムの水を放流する奇策によって押し流され、水圧によって破壊された。 ワルキューレブルザム教の浮遊兵器。ヒュードルの魔力を持つ杖から送られる念の力で操作されている。直接的な破壊は不可能で念を送っている司祭を倒すしかない。シンクロニシシステムとは、プレイヤーの行動が現在のシナリオだけでなく、後続するシナリオのストーリーにも影響を与えるシステムである。これにより、同じ世界、同じ時間軸の物語を 複数の視点から体験することができる。このシステムを活用するためには、シナリオ2以降で先行するシナリオのセーブデータを読み込む必要がある。例えば、シナリオ1である人の命を助けると、その人物がシナリオ2でプレイヤーキャラクターとして仲間に加わるといったことが起こる。また、本作は主人公のセリフが表現されないが、そのうちのいくつかは、 他のシナリオを通じて知ることができる。キャラクターがある武器を使って攻撃すると、その武器が属する系統の武器熟練度を得ることができる。熟練度レベルが上昇すると、比例して武器攻撃力にボーナスがつき、クリティカルの際に発動する必殺技をレベルごとに習得できる。このため、状況に応じて複数の系統を使い分けることと、 一つの系統を極めることではそれぞれにメリット、デメリットが存在する。槍・剣、斧の相性格闘系のほとんどを除き、武器には武器相性が設定されている。これは、ターゲットの弱点となる相性を持った武器の攻撃によって、追加ダメージや回信率、反撃率の上昇などの効果を得られるシステムである。武器相性は主に、三ス組とそれ以外に分けられ、 三スクミでは例えば剣は斧に対して相性が良く大きなダメージを与えられるが槍で攻撃された場合は被害が大きくなる。それ以外に関しては飛行する敵に対して一方的に強い矢などデメリットはない。なお、シナリオに以降は一つの武器に最大二つ武器相性が備わるようになり三スクミ系を装備するユニットも神聖や魔獣といった相性で攻撃できるようになった。 本作は装備変更で行動終了しないため武器を持ち帰ることで幅広い弱点に対応できる。同じ敵を共同で倒したり回復魔法をかけたりするとキャラクター間の友情関係が深まる。そのレベルとキャラクターに応じて支援効果が発生しステータス向上などの恩恵を受けることができる。友情関係を最大限にまで高めると性別に関わらず ラブラブ状態になり、一マス離れていても、支援効果を受けられる。ゲームスポットのレビューでは、シャイニングフォース3は、一見タクティクスオーガーや、ファイナルファンタジータクティクスに似ているように見えるが、それらに比べてはるかにプレイしやすい。複雑なシステムを廃し、基本的な戦略に特化している。と評価しつつ、セガサターンの末期に発売されたために、セガが本作のために、 十分なチャンスを与えることができなかったことを悔やんでいる。点数は10点満点のうち8.5点を与えている。ファミ通はシナリオ3に対してクロスレビューで100点満点中80点を与えている。キャメロットが高橋兄弟の連名で発表した設立20周年に寄せてという文書では思い出深いシステムの一つとして上実のシンクロティシステムを挙げている。さらに、 黄金の太陽が類似したシステムを採用したことに触れ、シナリオが長すぎたために結果的に似たものになったとしながら、あれもあれでシンクロに式シナリオシステムと認め、シャイニングフォース3の経験が役に立ったと解雇している。ありがとうございます。